22号神神戸戸三三木木線は兵庫県県市市から三木市を結ぶ県道であるこのうち、神戸寄りの神戸市須磨区内の区間は共愛区間のため、拡幅計画がある。本堂の標識神戸市西区井川田二丁伏せ畑で、撮影終点付近三木市福井三丁目で、撮影神戸市この区間は、かつて地上を走っていた山陽電気鉄道本線が1995年に、 地下化された、際の線路跡地を整備して道路に転用したものである。線路際の速道も含めて整備したことから、全線4車線であるが、路線幅が狭く、車の通行量が多い。スマクに入ってからも、しばらくは、山陽電鉄本線の線路跡地を整備した区間を、走る。かつて、板宿駅が、地上にあったあたりを過ぎ、妙法寺川に突き当たると右折して、 川に沿う形で北西へ進路を変える。ここからは2車線区間となり、道路拡幅に向けた工事や用地買収が各所で行われているが、工事の通り本堂と妙法寺川の両岸に山が迫り、その周囲に人家が立て込んでいることから、進捗状況は思考区間によって差がある。板谷地区内は比較的平坦で妙法寺川と本堂の周囲に広がる。 住宅地の中を走るが、前照寺付近からは、横尾山と高取山に挟まれた妙法寺川の過酷地帯に入り、やや山岳路線らしくなる。神戸市バス、那須神社バス停近くで、阪神高速道路、神戸山手線と立体交差し、次の道の下バス停付近までは、本堂と妙法寺川はもつれ合うように何度も交差を繰り返し、周囲のわずかな平坦地には、 人家が立て込んでいる。妙法寺小学校を過ぎたあたりから、広畑京南交差点を過ぎるまでは、妙法寺川を離れて、やや明け立ち系となるが、ここまでは、比較的緩やかな上り勾配である。再び妙法寺川沿いに走るが、白川峠に向けて徐々に勾配がきつくなり、車窓左手に、一瞬だけ地上に出る山陽新幹線を望むと、車交差点で、神戸市道。 夢の白川線が合流する。さらに登って、白川峠を越えると、一転して、下り坂となり、北西に向かって、白川台と東白川台の間を通過する。この付近では白川小学校近くで合流する、兵庫県道16号赤市神戸宝塚線と、重複しており、須磨区と西区にまたがる、わずかな区間に4車線区間がある。 白川台の先から伏せ畑にかけて赤石川支流の井川に沿って西に向かう。この辺りは山岳路線であり、抜けたところに神戸複合産業団地がある。神戸複合産業団地内は以前は暫定に車線であったが改良され完成4車線である。かつての旧道はカーブが多い。西側は桜が丘、月が丘、美保が丘,丘、富士見が丘、 北山台、高尾台の新興住宅地及び農地、神戸電鉄葵線の沿線を通る。兵庫県道83号平野三木線伊勢から三木市との境目の前は山岳路線である。三木市市内の東側は、しじみ丘陵,陵になっており、神戸電鉄葵線の沿線、緑が丘、自由が丘の新興住宅地及び農地に接しており、1965年1966年に、 そして終点付近は三市街である。ありがとうございます。